悟空、今のうちに聞いておきたいことがある。なんだ？さっきのスーパーサイヤ人3、思いっきりやっていたら魔人ブーを倒すことができたんじゃないのか。どうだ、違うか？いや、どうかな。魔人ブーの強さときたらもうデタラメだがんな。多分勝つのは無理だと思うぜ。多分？お前としたことが、なんで最後までやってみなかったのか。そのエネルギーがどうとかという関係か。いや、オラもとっくにいねえはずの人間だ。オラがやるべきじゃねえ。生きてる人間が何とかして解決した方が。もしオラがクーをやっつけたとしても、またいつとんでもねえのが現れっかもしんねえだろ。こいつはやべえ賭けだけどな。あの超天才の二人のチビを見て賭けてみる気になったんだ。ゴテンとトランクスに地球の未来を賭けるのか。ああ、そっちの方が可能性があるだろう。まったく大したやつだぜ、貴様。ん？ご飯は残念だったな。まあ、あの世に帰ったらよろしく言っておいてくれ。あいつ死んじまって一番残念なのは、おめえと会えねえことだと思うぜ。ご飯、おめえのこと大好きだったからな。おい、トランクスが帰ってきたぞ。ん？